電力不足の日本で注目されている一人の男がいます。地面に開いた穴から地下に眠る地中熱の力を吸い上げ、この問題を解決しようというのです。5メーターのアルミパイプを地中に埋め込んでおるんですね。そしてこれで夏涼しく冬暖かいエネルギーを取り出して、地中熱を基本とした自然エネルギー利用換気システム。この地中熱を利用した住宅が今着実に増えています。地下から風が来るんですけど、エアコンがないのってね、言われるとびっくりされるんですけど、なくても十分生活はできますね。この地中熱を利用した建物は一般住宅以外にも工場や農家、さらには幼稚園にも広がりを見せています。ちょうど子どもたちに適度な温度を与えられるというところが一番魅力かな。無限のエネルギー、地中熱で日本の電力問題に挑む天然空調の開発者に密着しました。